Yo, yes, show to the beach! はい、どうも、カズです。はい。いやー、お久しぶりですね。まあ、自粛っていう感じになってるんで、予定がね、変わっちゃったりなんかして、ちょっとね、お久しぶりになってはしまいましたけれども、皆さん、お元気でしょうか。こちらもまた、お久しぶりな企画、おっさん自炊一人飯。はい、今見ていただいた感じでわかると思いますけれども、今回はこちらコンビニで売ってる豆腐そうめんですね。まあ各コンビニいろいろ売ってますけれども、今回はローソンの豆腐そうめん、こちらを使って、まあ今自粛モードじゃないですか。で、家にこもってて、まあ体重も気になるところですけども、まあやっぱ夜中お腹減ってまうじゃないですか。それでね、ヘルシーで、しかも食べ応えのあるアレンジをして、この豆腐そうめんを、美味しくいただけたらなと思います。それではね、早速作っていきたいと思います。はい、ほな作りましょう。さっさと作りましょう。はい、まずね、中の水を抜いてもらったら、通常通りこの中についてる麺つゆをねかけてもらいます。最近ハマってんのは、これにまずこのラー油ね、ラー油を、1,2,3,4,5,6,7滴ほど垂らします。あとこの胡椒、まあもう適当です。僕はちょっと多めに入れますけど、ラー油とかも胡椒とかも大体自分の量分かると思うんで、自分の好みに合わせて入れてもらえたらなと思います。はい、それじゃあしっかり混ぜていきましょう。はい、いやいや、あいやいや、サンガンニング、サンガンニング、あいやいや、あいやいや、千軍千軍感動言語。はい、しっかり混ざりました。よく混ざったところで、こいつを器に移していきましょう。はい、そしてまたまた登場、納豆でございます。はい、納豆も混ぜましょう。よいしょ。はい、それから生卵ね、こちらね、今回黄身だけを使いましょう。なので、白身は一旦落として、よいしょ、ちょっとずれてまいりましたけどね、一旦こちら完成でございます。それじゃあね、味噌汁も用意しましたんで、先ほど余ったこの白身をね、この、味噌汁に入れまして混ぜちゃいましょうね。はい、ちょっと工夫でこのうまさ。はい、それでは完成いたしました。コンビニ豆腐そうめん、ヘルシーやのに腹持ちええやん、グレートバージョン、イエーイ、はい、ね、それでは早速、混ぜていきましょう。しょ、まあ、混ぜてばっかりやな、混ぜてばっかりやけれども色味もいい感じ。卵の黄身がの卵の黄身の色味がいい感じね。ほら、わかるか、分かれへんか言うてな、うん、それでね、さっき一旦言うてましたけれども、はい、まだこれで完全に完成ではなかったのでございます。こちらの方をね、ちょっと横に添えたいと思います。はい、いきます。なめったけ、はい、どうも。はい、こちらのなめったけの方を、よいしょ、どうでしょうね、この瓶の3分の1ぐらいですかね。ちょっと横に添えまして、もうちょい
食べていきたいと思います。いただきます。じゃあ、うん、ヘルシーやし健康にええのに、このうまさと食べ応え。まずはね、このなめたけがないところを食べましたけど、なめたけもちょっと混ぜていきましょう。バチクソうまいなこれ。今日はなかったんで入れなかったですけどね、お好みに合わせて刻みネギとか、あと海苔とかね入れてもらったら、まあさらに美味しくなると思います。それではね、先ほど白身を足したこちらの味噌汁ね、今日もこちらの僕の友達みのるくんに入れて、はい、飲ませていただきたいと思います。いただきます。白身がやっぱいい感じ。ちょっと工夫でこのうまさ。はいね。あ、うん。え、ごちそうさまでした。まあうまいし簡単やしヘルシーやし、しかも体にも良くて、お通じとかにもいいんちゃうかな、多分納豆入ってるから分かれへんけど多分やで。なので女性の方とかにも超おすすめでございます。それじゃあ、今回はこの辺でさよならっきょ。